マウナケア天文台群はハワイ島のマウナケア山頂周辺にある世界各国の天文学研究機関に所属する第1級の天文台望遠鏡が集合する区域である。一帯は面積約500エーカーでマウナケア科学保護区内で天文学管区と呼ばれる特別土地利用区域となっている。天文台管区は1967年に設けられた。この区域は ハワイ大学が管理し、各国の研究機関に土地が賃貸されている。この場所に建設された科学、工学の研究施設への投資額は、総額20億ドル以上に上る。この天文大管区は、ハワイ文化の重要性を守るために制定された、歴史保存法のもとで保護された土地の中に位置している。マウナケアの高い標高と太平洋の中央に、孤立した立地によって、この山は、 地球上で天文学の地上観測に最適な場所の一つとなっている。ここはサブミル波、赤外、可視光での観測にとって理想的な場所である。この場所でのシーイングの調査結果からはマウナケアが可視光、赤外画像の画質にとって最上の場所であることがわかる。例として CFHT の位置でのシーイングはメディアンで0.43秒角となっている。 研究者の宿泊施設は山頂から下った標高2835メートルの場所にあり、訪問者用の情報ステーションが2775メートルの場所にある。マウナケアの山頂は非常に高いため、研究者や他の訪問者は山頂に登る前に30分ほど標高の低い場所に滞在して薄い大気に体を順応させることが進められている。 マウナケア山頂周辺にある望遠鏡は様々な国の政府機関の予算で建設されている。ハイ大学自身は2つの望遠鏡を直接運営している。山時代の標高は4205メートルだが望遠鏡は100メートルほど下った4100メートル付近を中心に合計12基が存在する。天体の観測は山頂の望遠鏡からのデータを近くの町、広、 または、ワイメアのセンターで観測者が受ける形で行われる。2006年10月15日に発生したハワイ地震によって、マウナケアの望遠鏡も小規模な被害を受けたが、観測に大きな影響はなかった。CFHT は10月19日までに観測を再開し、ケック望遠鏡も11月15日にはほぼ正常な観測体制に復帰している。 スバル望遠鏡も11月には通常の使用を再開した。各観測施設間では本地震の際に協力体制を取り、避難、誘導なども行われた。観測装置に関しては各観測施設を保有する機関によって再調整が行われ通常の観測体制に戻ることになった。マウナケアさんはハワイ先住民が崇拝してきた聖地でもある。 山頂付近には2019年時点で13基もの望遠鏡があり、もう十分だとして新たな望遠鏡施設の建設に反対する先住民グループも存在する。ありがとうございます。